側転は、日本海軍の雑役船、特務艇。普遍的には、通称側転型不設特務帝の一番艇とされているが、側転は、不設特務帝となる前に除籍されており、さらに特務艇類別等級表や、特務艇類別等級別表上での序列は、同系艇中6番目である。太平洋戦争の開戦前に同系艇中最初に、除籍された。 本体の除籍後、昭和12年度計画に基づく基本計画番号 H11 の一番艇が低迷を収容した。こちらは側転を参照のこと。側転は1910年に策定された新充実計画により、マコウ設隊付属の大型マインボートとして、マコウ工光部付属の駒橋丸と共に明治45年度軍備補充費で建造された。 1912年4月16日、第一側天丸と命名。1913年7月4日竣工。第一次世界大戦では、魔皇高,高校の警備と紹介に0時。第一次世界大戦終結後の1919 19年7月から8月に、かけて、トライ賞期のキラーゲンで総会に0時。1920年7月1日、鮮明を側天に改定。 同日付の特務定類別等級の制定に伴い、特務定中の二等不設定に類別され、特務定類別等級表中における、同系定中の序列を6番目に定められる。24日、幕コ在白中台風に遭遇し、第一回転に直接され、その煽りで第二レージュ線に接触した。これにより側転は、停滞下限中央部40番ビーム付近に、 上甲板から水薦下にまで達する裂け目が生じ、入居修理が必要となった。1933年5月23日、不設定の等級が廃され、不設定に留別。1935年1月、佐世保海軍交渉で、入居検査の際に停滞、機械、管が、いずれも、腐食のため、水球が著しく、 自己使用期間5年見込みの完全な修理には10万円、当面の使用に差し支えない程度の修理には1万円の費用がかかることが判明した。1936年7月27日、海軍省は測転を廃線処分とすることに決定した。8月25日、測転は特務定類別等級別表から削除され除籍。8月28日、側転は 宇治と共に、佐世保海軍港無部に関納された。要目は、注釈なき限り世界の艦船。日本海軍護衛艦艇士からの引用。ABCD e 賞は11年10月6日付、佐世保海軍港無部佐ミナト第14号の122-2、記載の数値。排水量は、大正7年8月12日付軍務局。 第2課軍務機密第522号では419.2トンとしている。AB 対象7年8月12日付軍務局第2課軍務機密第522号に記載の数値。対象5年3月24日付内例第60号、不設定上院標準制定時の数値。ありがとうございます。